チェルケス人アディゲ人アディゲ人は、チェルケス人の現地5名。ロシア語で、アディゲ共和国の住民は、アディゲ地と呼ばれ、総称としては、アドイギと呼ばれている。12のアディゲの氏族、アブザク人、ベスレネイ人、ブジェルグ人、ハトゥクアイ人、カバルド人、マムヘグ人、ナトゥカジュ人、シャプスグ人、チェミルゴイ人、ウビフ人、イエゲルクアイ人、ジャネイ人、 現代のアディゲ共和国の旗の住人の星はこの種族を表す。アディゲ共和国のアディゲは主にアディゲ語を話す。ブジェルグ人とチェミルコイ人で、カラチャイ・チェルケス共和国のアディゲは主にベスレネー人で、カバルダ・バルカル共和国のアディゲは主にカバルド人。ベスレネー人とカバルド人は東アディゲ語を話す。ロシア、アディゲ共和国のチェルケス語の分布アディゲ人の衣装。 ロシア内では2010年の西アディゲ人の人口は124,835人でアディゲ共和国に107,048人、クラスのダール地方に13,834人、モスクワに569人、カバルダバルカル共和国で584人だった。ありがとうございます。